ベステルさんを選んだ理由といたしましては、私が最近よく見ている YouTube のチャンネルの方がこちらの信者ということで、ちょっとベステルさん買ってみました。こんにちは、普通のサラリーマンです。本日はこれさえあれば何でもできるベルファイアアルファード、この工具持っておけば、まあ、大体一通りのことはできますよっていう工具紹介していきたいと思います。それでは改めまして、持っておくと良い工具がこちらになります。使用頻度が多いものから、金属製内張り剥がし、プラスチック製内張り剥がし、ラチェット、エクステンションバー、8ミリのソケットと10ミリのソケット、あとこちらクリップですね。これは私が今まで作業するにあたって、まあ、余ってきたクリップ、クリップって使っていくうちにこういった破損させてしまう場合がたまにあるんですよね。ですので、こういった予備のクリップ、破損させた時で良いので、まあ、購入していただけると良いと思います。あとはプラスドライバー、10ミリのスパナ、剣電系、タイラップおよびニッパー、カッター、トルクスドライバー、ビニールテープ、マスキングテープ、あとは配線通し、あとは最後怪我防止のためのグローブですね。まずは金属製内張り剥がし、プラスチック製内張り剥がし、こちらは単純に内張り、まあ、カバー類ですね、そういったものを外すときに利用します。で、まあ、どっちか片方だけでいいんじゃないかっていう意見あるかもしれないんですけど、やっぱり両方ないとこちら力を入れたときに変形することがありますし、先が尖ってて入れるスペースがすごく短いときなど金属製が必要となりますので、こちらはセットで持っていると良いと思います。あと金属製内張り剥がしに関しましては、こちらにマスキングテープやビニールテープを巻いておくと良いと思います。こちら力を入れたときに、このテコの原理のこの支点ですね、支点の金属とかプラスチックが変形したりとかへこんだりしますので、それを抑制するためにこういったマスキングテープやビニールテープ巻いておいてあげてください。続いてこちら、ラチェットエクステンションバーソケットですね。こちらもやっぱりいろいろ外すときに利用します。で、エクステンションバーがあると奥まったところも外せます。で、こちらサイズとして10ミリと8ミリを多く利用しますので、この2つ持っておくと良いと思います。続いてこちら、予備のクリップですね。こちら作業を行っていく中で自分が割りやすいクリップとか、あとは変形しやすいクリップっていうのが分かってきますので、まあそれは分かった段階で良いので、あらかじめスペアなど用意しておいていただくと良いと思います。こちら白いタイプのクリップだとたまにこうぐにゃって曲がったりすることがありますので、こちら予備として持っておくと良いと思います。それとこのピルケースそのものですね、このピルケース100均とかで売ってますので、こういった細かいものを入れておくのに便利ですので、おすすめとなっております。そしてプラスドライバーですね。プラスドライバーはまあ説明するまでもないと思います。こちらもいろいろ外します。10ミリのスパナ、ソケットと一緒で10ミリのボルトって結構多いですので、こちら持っておくと良いと思います。こちら剣電系、ドライブレコーダーとかヒューズの電源を取るときによく使えます。ですので1本電気が来てるか来てないかだけでも良いので、こちら1本持っておくと良いと思います。続いてこちら、カッターおよびニッパー、タイラップ、結束バンドですね。こちら結束バンドで配線などを止めた際にニッパーでその余分な分を切ります。で、その切っただけだとバリが出ますので、それをさらにカッターで飛ばすような形になります。まあ、カッターに関しては他に配線を切ったりとか、そういった時にも使えますので、持っておくと良いと思います。続いてこちら、マスキングテープとビニールテープ、こちらに関してはどちらも傷防止のためのものですね。傷などをつけないようにするためにこの2つは持っておくようにしましょう。続いてこちら、配線通し、こちら曲がるタイプの配線通しがおすすめとなっております。今までストレートタイプの配線通しも使ってたんですけど、そちらですとどうしてもちょっと使えない場面が出てきますので、こういった曲がるタイプの配線通しがおすすめとなります。続いてこちら、トルクスドライバーですね。あんまり出る機会ってないんですけど、ルームミラーを外したりとか、あとはリアバンパー外したりとか、そういった時に利用します。で、ベステルさんを選んだ理由といたしましては、私が最近よく見ている YouTube のチャンネルの方がこちらの信者ということで、ちょっとベステルさん買ってみました。それでは最後こちら、グローブですね。やっぱりこういうチャンネルやってると、皆さんから作業やってて真似したんですけど手を切ってしまったとか、そういうコメントってたまにいただきますので、やっぱりそういったうっかり傷、まあそういった怪我などしないように、こういったグローブはつけるようにしてあげましょう。それでは最後、番外編。番外編に関しましては工具箱ですね。私は今現状ジップロックに入れておりますが、まあ正直こういったちゃんと革のものでシュッと入れられるものがあれば
ちょうど良かったんですけど、今それがないのでジップロックに入れております。あの工具っていろいろやっていく中で増えていってしまうんですよね。でもやっぱりこの工具箱の状態で持ち歩くのって結構大変ですので、あのスリム化を図ったような形になります。でもし今後さらに増やしていく工具などがあるとすれば、まあ、こういったバッテリーを外すにあたって12ミリのソケットが必要になりますので、12ミリのソケット、あとはショートタイプのプラスドライバー、こういったのもまああればそれに越したことはないと思います。あとは六角レンチですね、六角レンチで、あとサードシートを外すにあたりまして、14ミリのディープソケットとストッパーボルトっていうのが必要となります。まあサードシートを外さなければこういうのも必要ないんですけど、まあこういうのもあったらいろいろとできることが増えます。それでは最後ちょっと余談なんですけど、工具って高い工具を買った方がいいのっていう方いらっしゃると思うんですけど、高い工具である必要はないですけど、ホームセンターさんとかセットで2000円とか3000円とかそういうのはちょっとおすすめしないです。ホームセンターさんなどで売ってたとしても単品で置いてあるようなもの、単独で買えるようなものがおすすめです。やっぱりそういったセットで数千円っていうものだと、この内側が削れてしまったりとか、あの曲がってしまったりとかそういうのがありますので、結局私ホームセンターさんの工具セットで最初スタートしたんですけど、結局単品の商品で揃えたような形になります。このようなセットで私はドライブレコーダーを取り付けたりとか、皆さんへの映像を提供することができております。で皆さんの、まあ、私は工具箱にこれを入れてます、まあ、そういったアイテムがありましたらぜひコメント欄にて教えてください。それでは本日の動画いかがだったでしょうか。これだけの工具があれば一通りのことはこなせますし、もし必要に応じて、まあ、こういうことがやりたいなっていう時にはその時に工具を買い足ししていただければ良いと思います。最初からあれやこれやって揃えてしまうと、あの工具箱とかいろいろ入れるものを用意しないといけなくなりますので、もしよろしかったら参考までに。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルではベルファイアやアルファーズに関する作業手順、商品紹介などを行っておりますので、もし気に入っていただければチャンネル登録よろしくお願いします。次はあなたの番です。